ついに来たね、この時期。なんと、マネージャー君先、家入ってるけど、僕、家具入ってから、初回です。初見さんです。うおぉ、すげえ、バカおしゃれじゃん。7個ね、8、クッション多いの。桃田健太の休日の過ごし方。てかテーブルめっちゃオシャン。これめっちゃいい匂いするね。いや今日も一日頑張ったな俺って。ね、このね、はい、バーカン。何これ、遊び心ありすぎじゃない？めっちゃ嬉しい。このカーテンもオーダーですからね。本当に高かったもんな、マジで。まだまだだけど、全くこんなとこで満足はしないけど、ということで寝室にヒュイゴしちゃう。俺まだ一回も寝てないから、寝てないからこそ見せれるわ。やばない、やばくね、チェンジするよこの部屋。やばっ、これ俺の部屋なの。ベッドでかっ、横でも立てても寝れるやんこれ。こっちでも寝れるし、こっちでも寝れる。寝相悪すぎて360度回転する人でも寝れるわこれ。これ俺っちのね、守り神です。おやすみ。寝ちゃった。シーンスマジかっこいいやん。なんたってキングサイズだから。幸せだ、ほんとに嬉しい。やる気出るね、こんな用意してもらったらね。どこどこ変われば気持ちが変わるからね。気持ちが変わったら姿勢が変わるから、姿勢が変わったらプレーが変わるから、プレーが変わったら自分が変わるから、自分が変われば周りが変わる、周りに回って最後自分のためになる。明日も練習頑張ろう、マジでここまでなると思ってなかったもん。今回アクタス青山の人にフィギュアコーディネートしてもらって、ちょっとやる気出るよ本当に。心機一転、本当にもうちょっと環境変わってね、いつも以上にやる気出そうだな。楽しみだな、明日からの自分に期待。まあでも今回買い物マジで充実したね。真剣に頑張ればこういう家に住めるよっていう第一人者にもなりたいしね。アクタスさん本当にありがとうございます。ここから家具とかも揃えていってね、食器とかも、まあ、食器も買いに行ったしね、はい。今後もより一層頑張っていきたいと思いますんで、今回は新居に家具来ました紹介。本当にちょっとアクタスは行ってみてほしいね。でその家具とかだけじゃなくて服とかもあったしね。で植物でフレグランスでめちゃくちゃあったし、ということでちょっと夢与えられた動画になったかな。これ全然満足しないけど、全部さらけ出していきたいんで、服とか靴とかどんどん紹介していきたい。長くなっちゃいましたけど、今回家紹介ということで、今後もももチャンネルをよろしくお願いします。高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。もっともっとね、面白い動画撮ってるんで、明日からも皆さん頑張っていきましょう。ありがとうございました。またね。